クノロジーで分子機器の小型軽量化、高機能化を大きく推進してきたもの、 HDD の小型化、大容量化をリードしてきたもの、ナノテクをはじめとする先端技術を大きく開花させてきたもの、全て3つのコアテクノロジーの応用です。2007年、 TDK はコアテクノロジーのさらなる発展を求め、未来への大いなる夢を実現するために、今日も技術を形にしてまいります。ご来場の皆様こんにちは。本日は TDK2007 TDKTV にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではこれからのひととき、 TDK の3つのコアテクノロジー、素材技術、プロセス技術、強化シミュレーションから生まれた最新の技術を実感いただこうと思います。それではまず今回の TDK ブースの中から簡単にプレゼンテーションに先駆けましてご案内していきたいと思います。まずこのメインステージを正面に見て皆さんの右手、あちらがフューチャーゾーンです。このフューチャーゾーンではこれからご紹介する最新の技術を使ったいろいろなデモンストレーションをご用意しております。はい、ちょうど今ライブカメラが映っていますね。はい、ご来場の皆様にはこのようなデモを楽しんでいただきながら、その技術が生まれた発想の原点やまた広がりといったことも堪能していただきたいと思います。そしてブースの奥には有彩の像、こちらでは TDK の小さいデザインカップを展示しております。ぜひプレゼンテーション終了後にご一緒にご覧ください。それでは早速ステージプレゼンテーションを進めてまいりましょう。まず最初は TDK の素材技術からの応用製品、木と増加太陽電池のご紹介です。太陽電池と言いますとシリコン系の太陽電池パネルが知られていますが、この色素増加太陽電池は流結色素材料を巧みに利用して光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池なのです。はい、鮮やかな色ですよね。では色素増加太陽電池の構造を CG でご覧いただきましょう。ヨウ素を溶かした電解液を挟んだ透明な導電性基板、これが色素増加太陽電池です。基板には特殊な有機色素を吸着させた加工室の酸化亜鉛の膜が形成されています。色素に光が当たると色素は陽イオンとなって電子を遊離し、電極から電流となって流れます。陽イオンとなった色素は電解液の陽素イオンから電子を補給されて元に戻るというのが基本原理。この光を吸収する色素技術は TDK が光ディスクで培った技術を応用することから生まれたんです。そうですね。そして色素増加太陽電池は有機色素を利用していますので、赤、青、緑などのカラーバリエーションを作ることができますし、酸化亜鉛の膜は低温プロセスで製造できるので、基板にプラスチックフィルムを使用すればフレキシブルな太陽電池も可能です。様々な分野での応用ニーズが広がることが期待される新世代の太陽電池と言えるでしょう。さあ、続いてご紹介する製品は垂直 TMR ヘッドとディスクイートトラックメディアを採用した TDK のヘッド&メディアソリューションです。TDK は世界初のこの技術コンビネーションによって世界最高の記録ビットを達成したんです。大容量化へのニーズがますます高まるハードディスクドライブですが、この進化を担うのが高密度記録技術です。記録密度が上がると1ビットあたりの記録面積がどんどん小さくなり、最新信号も微弱になります。この微弱な信号を読むためには、わずか数ナノメートルの薄膜を多数接触して形成されるより高感度な再生機器が必要とされます。TDK は高出力、高分解能の再生情報を得るため、再生パスの垂直方向にセンス電流を流して磁気情報を読み取る方式の TMR 再生ヘッドにおいて、低抵抗でかつ高 MR 変化率の再生ヘッドを実現しました。また
また垂直式のテラスは狭いトラック幅でも十分な記録能力を持つ新規の自極効果を採用しています。さて HDD の高記録密度化が進む率で従来の磁気メディアでは読み取りの際隣接トラックからのクロストークノイズによって回線信号を劣化させてしまうといった問題に直面します。こうした問題を根本的に解決するため TTK が取り組んだのがディスクイートトラックメディアです。ディスクの記録層のトラックを物理的に分離独立させたディスクイートトラックメディアは薄膜ヘッドのプロセス技術で培ったナノテクノロジーを駆使することで開発されました。トラック分離効果は記録時および再生時の双方で効果があります。記録の際には隣接トラックへの不要な書き込みも低減、トラック業界のエッジノイズを解消します。また再生の際にはクロスコースを低減して再生信号の品質向上に寄与しているのです。TDK は今後も HDD 用磁気ヘッドとメディアに次々と新技術を導入し HDD のさらなる大容量化に貢献し続けます。続いてご紹介する製品はこちら、塗布型 IKO フィルムです。さて皆さん IKO ってご存知でしょうか。そうですね、酸化インジウム粒のことでタッチパネルなどに使われている透明な導電体のことです。従来のスポッタ方式の IKO フィルムを使ったタッチパネルでは指先やペン先で押したときに IKO 層がダメージを受けやすく、また環境不可物質であるハロゲン化合物を使用するなどの短所がありましたが、これを補うべく TDK が開発したのがこちらなんです。オーディオ、ビデオなど磁気テープで長く使われたフィルム内の塗布技術を活用した塗布型 IKO フィルム、ナノメートルオーダーの流線制御された IKO 粉末、精密化技術といった先進技術の導入によって初めて実現した最先端製品です。従来のものと比べて屈曲性に極めて優れ、また衝撃にも強いので、今話題のスマートフォンやポータブルゲーム機をはじめ太陽電池、電気波シールドなど今後ますます用途の可能性が広がります。また環境用途などの大型タッチパネルの実現に大きな期待が寄せられています。フューチャーコンではこの大型ディスプレイを使ってのデモを行っておりますので、ぜひこちらの方も後ほどお楽しみに。それではラインナップ4つ目、小型微弱無線モジュールのご紹介です。一見どこにでもあるこのカード、実はこれ TDK の持つポリマーリチウムイオン電池と超低消費電力のモジュール設計によって開発された超薄型のカード型装置モジュールなんです。薄さはほとんどスリカなどと変わりませんよね。はい、そしてこれからご紹介するのはこのモジュールと無線受信モジュールを搭載した端末と組み合わせることで自動ロック機能を実現した小型微弱無線モジュールです。では実際にご覧いただきたいと思います。はい、今こちらの携帯は使用できる状態です。カメラさんにアップで送っていただきますので、皆様は画面をご覧ください。どこにでもかけられるようになっております。ではこちらの携帯を持って、このカードから少し離れたところに移動したいと思います。はい、およそ1メートルから3メートル程度離れますと送信モジュールからの電波が届かなくなり、こちらの携帯電話に内蔵させた受信モジュールがそれを検知して自動ロックします。はい、皆様はこちらの画面でご確認くださいませ。このようにセーフティーモードとなりまして、確実にロックされた状態となっています。はい、そして戻りますとこのようにロック解除されます。はい、こうしたモジュールの開発背景となったのが、皆様もよくあると思いますが、オフィスのパソコンなどのロックのかけ忘れといったセキュリティニーズなんです。はい、またカード型ですとカードケースに入れてもこのようにご利用いただけますよね。そうですね、高周波技術、アンテナ技術、回路技術の結集によって実現した TDK の小型微弱無線モジュールは、なんと3年間も電池交換なしで連続使用できるというのも大きな特徴です。ドアの自動ロックや自動解除、入退室の管理など、かけ